今日は1月10、違う、30日火曜日10時28分ぐらいです。今日はこれから喋ろうか。私の中学時代の、違うな、高校時代の話ですけど、当時ね、電子辞書というものがどんどんこう性能が上がっていって、出た当時の電子辞書ってすごい分厚かったよ。分厚くて、しかも辞書も1個しか入ってないみたいな、英和なら英和しか入ってないみたいな、そういうものだったんだけど、どんどん性能が上がって、分厚いのが、そうそう、あの叙々苑の弁当ぐらいのがどんどん薄くなって、あのパニーニぐらいの薄さになって、最近例え強化中ですから、例えを意識してやってますから、叙々苑の弁当が、叙々苑の弁当は言い過ぎだけど、だから何がいい、でマイセンのカツサンドぐらいで、マイセンのカツサンドぐらいの分厚さのやつがパニーニぐらいの分厚さになって、でしかも英和も和英も国語もいろいろ入ってるみたいな、それがだんだん出てきて、中学生高校生にも普及しだしたぐらいの時で、でみんなこう学校にやら予備校やらに電子辞書を持ち込んで授業を受ける、勉強に使うということをやってたんですけど、これはね、本当に教師からよく言われた、電子辞書なんか使うなと、紙の辞書を使えと。でその理由を聞いてるとね、大体みんな言うこと一緒なんだけど、紙の辞書はこう目当ての単語のページをパッと開くと、例えば英和辞書だったら目当ての単語以外に載ってると、いろいろ単語が、それが目に入ると、そこから勉強になるというようなことを言うんですけど、これね、全然理由になってないと思うの、私。やっかみよ、やっかみ。ただの、自分たちが電子辞書を使えなかったもんだからさ、ひがんでるだけなんですよ、これ、絶対に。だって、紙の辞書を引くのは面倒いわよ、あれ。こう、英単語あれ、ペラペラペラって探すの。電子辞書なんかこう、ポイポイポイって打っちゃえばさ、すぐ出るからさ。でしかも別に目当ての単語以外の記述読まないしね、読まないよ、あんなちっちゃい字。電子辞書も別にこう違う単語飛べるしさ、だいたいこうパッて検索したらさ、隣の単語も出てくるじゃない、いろいろ。電子辞書だってジャンプしようと思えば違う単語ジャンプできるし、結局意識の問題でさ、勉強してる人の意識高いやつは見るし、低いやつは見ないからさ、紙の辞書だから他の単語も勉強できるとか、電子辞書はできないとか、そういう違いじゃないと思うわけ。これはね、絶対にやっかみなんですよ。紙の辞書の方が面倒くさい、使い勝手は悪い。その苦しみをお前らにも味わわせてやると。だから紙の辞書使えと。なんでお前らそんな楽して勉強してるんだよというね、ことでしかないと思いますと思っていた、私は当時から。便利になってたもん、ほんと。マイセンのカツサンドが、違う例えしようか。マイセン、うん、だからあれだな。マイセンじゃなくてね、マイセンじゃないとしたらあれだよ。名前がもう出てこない。有名なカツサンド、もうまだあるだろ。有名なカツサンド、ハンバーグサンドっていうメンチカツサンドとカツサンド、あれマイセンじゃない。なんだっけあれ、もう名前が出ない。でも厚さが近いのマイセンだね。マイセンのカツサンド。
マーシャのカツサンドがパニーニぐらいね。じゃパニーニも買えよ。パニーニやめてね。パニーニが一番いいな。ナンはちょっと違うもん。うん。だから、ただ我々もね、常にそうなる危険性っていうのは、はらんでいるので、これは気をつけないといけない。自分たちの頃になかったものを、自分たちより若い世代が享受していると。それにやっかんでしまう、悲願でしまう。自分たちは享受できてなかった、それを、こう、羨ましく思う、妬ましく思って、それを何とかして貶めようとする。それを使わせないようにする。っていう心理、これは常にあるから。しかも、やっかんでそういうことを言うのっていうのを隠してやるからね、たちが悪いよね。あるじゃない、例えばさ、野球部でもさ、野球部か？例えば雪国でも、ドーム球場で雪が降ってもこう室内で練習できるみたいな、そんなん根性が鍛えられんわみたいな風のあるじゃないって言って、それをやっかむ、ひがむ、探すも貶める。なんか私が野球やってないから、この例にリアリティがないですね。何かあったかしら、司法試験。うん、別にない。だから老人も使えばいいんですよ。若い世代が使ってるやつ。中年も老人も、そんなクソみたいなプライドは捨てて。混ざれば楽しいから。混ぜてっていうことですよ。オーナーも一緒に飛べば楽しいから。お前も入ってこいよっていうことですよ。そうそう。だから、こう、必要以上に、そういう新しいものを否定しようと思うと、それ、老害の始まりだから、まずは使ってみなさい、自分で。そんな、子供っぽいとか、バカにしないで。なんか、若い世代、パソコンだってさ、出始め、例えば、高齢者はパソコン使えないみたいな。それはね、嘘だと思うね。うちの親父、今、普通に使ってるもん、パソコン。もう60いってるけど。で、パソコン出始めた時も4、50だったけど、使ってるから。で、使えないっていうのは、使おうとしないか、使う脳がない高齢者だと思います。高齢者の中でも。それはつまり、あんまり頭が良くないということでしょう、おそらく。あの、頭の柔らかい、良い人は、そこは柔軟に対応していきますから、新しいデバイスも使いこなしますから、デバイスを。というぐらいで、この話はこんなもんにすると。だね、どんどん新しいもの出てくるからね、それにアンテナ張っておくっていうのが若くいる秘訣。芸能人が若く見えるのは、まずプロ意識としてアンテナ張るようにしてるから。あとテレビ番組って新しいものを取り上げるから、番組に出て仕事してると新しいものに触れる。特に情報番組やってると。だから若く見える。うちの親父なんて郷ひろみと同い年らしいですよ。郷ひろみ。1234、郷ひろみ。7、8、9、10、11、7。そうそう。5、6、7、8。7、8。ヒッチハイカー。ハイク。私は音楽家、闇の木こり。
そう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 。ね。今、いろいろあるでしょ。Twitter、Instagram、LINE 等の SNS。これはね、使ってみなさい。使うとわかるから。てか、LINE とかって今、例えば、LINE でのやり取りとかって裁判の証拠に出てくるからさ、刑事民事問わず。どういうものかは把握しといた方がいいですよ。放送は。弁護士、検察官、裁判官は。それは、そういう新しいものが出てきたら、自分で体験するのがいいですよ。ミクシーが流行った時はミクシーをやると。Twitter 流行ったら Twitter やってみる。今は LINE だ。また今度新しいのがどんどん出てくるから。それやってみると。検事はね、成り立ての頃なんか、パチンコをやってみるとか、あるいは、っていう話を聞いたことある、パチンコやってみる。それはまあ、検事のところに連れてこられるような人は、パチンコをやってる人が多いので、パチンコがどういうものかを知っておくのは有用であるという発想らしい。パチンコじゃなくて、パズドラもいい。パズドラもまあ、だから、あれ構造がパチンコと一緒だから、パチンコと一緒で、検事のところに連れてこられるような人は、パズドラをやってる人が結構いると。で、パズドラ、私パズドラやったことないから、パズドラで課金のお金が足りなくて、むしゃくしゃして、犯行に及んでしまいましたという。まあ、それで、だから検事もパズドラを知って、それが動機になるという、犯罪者の心理を知るということではなくて、パズドラどういうものか知っておけば、こう取り調べもスムーズにできるから。そんな別に犯罪するような人の心理はあんまり知らなくていいですから。そこは一般人の感情で処理をしないと、なんか過度に同情してしまうことになっちゃう。人を殺したことがある裁判官はおそらくいません。それはそれでいいんですと。人殺しの心よりは人殺しを憎む一般人の心を持っておれということなんじゃないな。まあでも一方で人殺しの心も持っている必要はあるんですけどね。弁護側としてはそこに多少同情してもらうのが仕事なので、裁判官に。して、ちょっと、刑を負けてくれよっていうのが。まあ、それもちょっと一面的すぎる言い方だと怒られそうですが、菅官房長官。よし、そんなところで。そうそう、ツイッターってさ、ツイッター私やってる人の気が知れないんだけどさ、140文字じゃあれ言いたいことほとんど言えなくない？はい、言えなくない？言えなくなくなくない？なく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 ない？好きって言って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 言えなく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 ない？言えにゃく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 にゃい？にゃんにゃく、にゃくにゃくいにゃにゃくにゃにゃはんにゃにゃだい。にゃーつめにゃにゃ、にゃろめ。ぶんぴちゅぶちゅ、はいせちゅぶちゅ、わいせちゅぶちゅ。だちゅういじょ。いえにゃくにゃくにゃい ?140 字じゃ。私なんか結構文章を書くの好きだから、文章書いてると長くなっちゃうんだけどさ。140文字だとさ、ほとんど言いたいことが言えないからさ、いろいろなさ、細かいところのニュアンスがさ、伝わらないからさ、すごいツイッター上でのなんか議論とか見てると不毛よ。お互い全然言いたいことが言えてないから、なんか噛み合わないまんまひたすら
進行してるみたいだね。あれはね、何にも生んでないと思うよ、ツイッターって。まあいいのかね、みんなが言いたいことを言うツールですからね。それだけですから、なんか、おばちゃんの会話ですよ。ほんとね、渋谷にね、ロシア料理屋があってね、実家にいた頃は結構一家で行ってたんですが、ある時ね、そのロシア料理屋にね、昼ご飯を食いに行ったらね、後ろに座ってたおばちゃん4人組全員5、60代ですよ。あいつらね、全員4人一斉に全員喋るの。自分のしたい話を全員一斉にね、前に向かってまくし立ててるだけなの。ワン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 って。ミッキーマウス、ワーワーワー。ミッキーマウス、ワーワーワー。ワッパラッタソードバーナー、ハイ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 。そう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 。ヘッドペッカーはできない。あれは。私ね、巻き舌もできないのに、あの、ラ行の。ほら、できないじゃん。茨城、ほら、できない。指パッチンはできるようになったんだけどね。指パッチンの話はしたな。したよね、絶対。私、昔できなくて、弟もできなくて、弟がいつの間にかできるようになってた。で、それびっくりして、弟にはこう負けたくないから、なんでできるようになったんだって聞いたら、仮面ライダーに変身ポーズの途中で指パッチンをするやつがいると。多分、龍騎かなんかに出てくる仮面ライダーなんとかなんですが、おそらく。そいつの変身ポーズをしたいからできるように練習してできるようになったっつってて、なんだそらと思って、練習ってどうやったのって言ったら、なんかひたすらこうスカスカやるとならなくてもと、ひたすらやっとくとスカスカ、そうするとそのうちなるようになるって言われて、で私当時中学生か高校生ぐらいだったけど、本当にスカスカやってましたよ。そしたらね、本当になるようになった。これが右。こっち左。弟の利き手の右でしか鳴らせないからね。私両方で鳴らせるからね。もう勝ったのよ、これで。ダービー X! あと、ユパッチはなんかずっとスカスカやってたら鳴るようになるから、そのうち。なんかね、体がもう覚えるから。これ私もどういう原理で音鳴ってるのか未だに分からんけど、なんかこう体感的にはこの中指と親指が擦れた時になっているような気がするんだけど、そうじゃなくて中指がこの親指の根元に当たった時になっているという話もあり、よく分かりません。で、ほんとね、なんていうか、鳴らすにはコツがあるんだけど、そのコツは私にも言語化できません。で、そのコツをつかんでいると鳴るんだけど、こうひたすら、できない人はひたすらスカスカやっててもたまに成功するわけよ。偶然そのコツをつかむことに成功して、それをただその偶然起きたことだからいきなり再現はできないんですけど、だからずっとやってその偶然もね、数を重ねていくとね、なんか体が覚えるから、本当にそのコツをつかむから。だから私、口笛も鳴らせないけど、口笛もね、同じだと思うよ。ずっとスカスカヒューヒューやってると、たまにまぐれで音が出ると。音の
で、音が出た時に満たしている条件というのを体が何か何回も成功すれば自然にこう得得と体得するので、それぐらい賢いんだ多分人間の脳は。小脳は小脳なのか、タンスニゴンじゃないぞ小脳は。そっちの小脳じゃないぞ、タンスニゴンか。小脳、タンスニゴンは小脳なのか。骨っこ食べてー。 Twitter ってほとんど言いたいこと言ってないから、なんかあれ非常に不毛だと思うっていう話をしてたんだね。で、議論は全然なんかお互いの意図がお互いに通じ合ってないまま進行していくから、まあいいのか別に。あれそもそも議論してより良い結論は2人で導いていこうっていうためにやってるわけじゃないだろうからな。お互いに、お互いに相手を言い負かしたくてやってるだけだろうから、なんかそれでいいのかなって思うけど、たまにいいな、みんな好きなように嫌って私言ってるでしょ。別に社会的にどうのとか割とどうでもいいということじゃんでいいでしょう、いいでしょう、はい。で、そう、ロシア料理屋の話が出たところで、このロシア料理屋の名物メニュー、ロシア料理ならいろいろ有名なのはありますね、日本でも。ボルシチ、ピロシキ、ラビット・ナボコフ、ボルシチ、ボルハチ、ボルキュー、ボルテッカ。ボルハチはあれだね、逆サイド4ですね。ボル6、何を言ってるんだ。ダービーエックス、よし。だ、そう、ボルシチもあるよ、ピロシキもあるよ。ピロシキってカリカリマンみたいなもんですねって私その店で言ったら、店員さんに笑われたぞ。あれは完全に笑われたぞ。カリカリマンって知らない、ミニストップで売ってたよ。ミニストップって今もあんのかな。ハロハロとか好きだったけどな、ミニストップの。ハロハロってなんかロコモコみたいなやつだよ。ロコモコみたいじゃないけど、なんかハワイ発祥の食い物だよ、ハロハロって。アイスが入ったパフェみたいなやつだよ。アイスとかき氷混ぜたみたいな。ハロハロはいいんだよ。ハロプロもいいんだ。何の話だ。ロプロ、資生堂、カネボ、チフレ、マンダム、マシェリー。トリートメンは、トリートメンだって、トリートメントだよ。トリートメントはあれ、うん、トリートメント、トリートってなんか取り扱う対処するみたいな意味だよね。で、トリートメントってなんか対処みたいな意味なんじゃない。そういう曖昧な動詞好きよ。フードプロセッサーのプロセスみたいな、食べ物を処理する機械ってことでしょ。なんとなくなんとかする機械っていう曖昧な意味でしょ、フードプロセッサー。トリートメントだってそうでしょ。本来やってることもっと具体的なのに、なんかそういう曖昧な意味の動詞でこうとりあえず お茶を濁しておくみたいな、そういう表現好きですよ私。それはこうしたよ、スターが言ってたじゃん。タッタラレーテッタ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 、ロシア料理屋だ、そう。でね、そのピロシキとかじゃなくて黒パンっていうのがあって、そのなんかロシアのパンなのかな、よくわからん。なんかそのロシア料理屋、ウクライナ風餃子とかも売ってるから、ロシア料理っていうよりなんかソ連料理って感じなんですけど、黒パンっていうのがあるんですよね。これがまずいの、黒パン、なんか酸っぱいの、まずくて癖になる、なんか食べちゃう。
黒パンはまずいからうちの母親と弟は食べませんが、なんかコース頼むと大体ついてくるからさ、黒パンが。うちの親父が喜んで食べてて、なんかバター塗って、単品でも黒パン頼んでて、私と一緒にマジーって言いながら食ってるわけよ、黒パン。まずくてもなんかこう後を引く料理といえば、あとあれですよね、砂糖入ってないヨーグルト、明治ブルガリアヨーグルトソフトキャンディーですよ。ブルガリア、ブルガリア、ブルガリアにあれ砂糖最初から入ってるやつもあるかな、ブルガリアヨーグルト、後から入れるタイプもあるでしょ。あの砂糖単品で食べると美味しいよ、あれ。あれコーヒーに入れてもいいし、それはいいんで、その砂糖入れずにブルガリアヨーグルト、あの無糖のを食べるとね、これもまたまずいんですよ。なんか酸っぱくてまずくて後を引く、まずいけど後を引く。青汁飲んだことない、これですね。あともう一個はあれ、あの悪い海苔、まずいけど後を引くもの。悪い海苔、もう黄色みかかってるような、いい海苔ってほんと真っ黒ですから、真っ黒でパリパリしてるから、あの山本山のあの円筒状のカンカンに入ってるような海苔はもうすごいいいよ。あれはもう 黒くてパリパリですよ、黒パリですよ。で悪い海苔は黄色くて、なんちゅうかな、ヘナヘナなんだよね。ヘナヘナっていうのもちょっと違うな、なんかパサパサしてる、で臭い。これは本当に海苔かっていう、なんか種類の違う海藻じゃないかっていうぐらいのやつ。あれもでも好きだな、食べちゃうな、パリパリと。ヨーグルト、ヨーグルト、これ三大まずい、まずい食い物、まずいけど食う食い物、覚えといてね、テストに出るからね、高橋新検定に。無糖のヨーグルト、黒パン、悪い海苔、三大まずいけど後を引く料理、高橋新検定の。これはもう3級だから、1級はすごいよ。1級はいかに高橋維新かっていう問題が出るからね。司法試験の問題とか出てくるからね。お前はいかに高橋維新と等しい存在かっていうことを問う問題だから。1級は。3級はそれこそ、巷に溢れてるなんとか検定と一緒で、高橋維新に関する知識を問う問題だけですから。1級はもうお前はいかに高橋維新に同化できているかっていう問題だから、本当に出るよ、東大入試とか出るよ、司法試験も出るし。3級ですよ、覚えた？無糖のヨーグルト、黒パン、悪い料理ね。もう一個、四大心躍らない料理っていうのがあって、これも喋った記憶がある。お好み焼き、おでん、刺身、とろろ。お好み焼き、おでん、刺身、とろろ。別に嫌いじゃないし、出たら食うけど、そんなに美味しいと思って食ってない。食えるけど別に、今日の晩ご飯はおでんよとかって言われてもテンションは上がらないって。ああ、おでんねって。四大心躍らない料理。お好み焼き、おでん、刺身、とろろ。刺身も美味しいと思って食べてないから、そもそもわさびや生姜あれで臭みを消さなければいけないほどいけないってなんだよって、そこまでして食いたいか臭いものをと思う。だって肉とかそういう臭みないじゃない、魚も焼けばそういう臭みなくなるじゃない、生臭さ、魚臭さあるけど、
初めはそういう意味でよく意味が分かってません。もっと仕事をしてほしいです。おでんはご飯に合わないからですね、単純に。たまになんかおでんだけ食いたくなることあるけど、そういうことですよ。とろろもあれなんか別にそんなにご飯に合わなくない？とろろかけると全部とろろご飯になっちゃうじゃない。他におかずいろいろあるのに。いや、いいんだよ別に。うちの親父とかさ、白米が好きで、そういうご飯に味付けした料理そんなに好きじゃない。炊き込みご飯も丼物もカレーもチャーハンもパエリアもピラフも、それはなんか他におかずがいろいろあるのにご飯が全部その料理の味になっちゃう。炊き込みご飯だったら炊き込みご飯味になってるっていうのが許せないらしいのね。別に食うけどそんなに好きじゃないわけ。炊き込みご飯もチャーハンもカレーも、それご飯に味をつけた料理、私はそういうのも好きです。別にそれでいいと思ってます。それはそういう料理だから。でとろろってさ、丼物やカレーと違ってさ、なんか単品で出てこないじゃん。他におかずいろいろあるじゃない。とろろと飯だけ食えっていうのはなかなかないでしょ。親子丼だったら親子丼だけ食うけどさ、カレーで、カレーだったらカレーだけ食うじゃない。でもとろろってそうじゃないでしょ。他におかずいろいろあるでしょ。でもとろろがさ、ご飯一杯じゃ食い切れないぐらいの量が出てくるじゃない、なんか普通は。とろろでご飯を全部消費しちゃうじゃない。それなんかおかしくない？ドロロって言ってた、百鬼丸は。あのゲームのドロロの百鬼丸は。あのゲームのドロロはキャラゲーの割に面白いですから、やってみんさい。正確なタイトルが思い出せません、もう。プレステ2だと思います、確か。ハードは。ドロロ！これ100機もある。アグロー！これはワンダ。アムロー！これはフラウボー。アグロー！これがワンダで。マグレー！これマサヒコね。マサヒコ！これはモグラ獣人。何でもやってるなこれ。アグロー、アグロー、いいさいさい、いいさいさい、アロエーション、アロいいさいさい、アグロー。ね、長らく原作を聞いてないからね、絶対かけ離れたものになってるんだけど、だからモノマネする人はちゃんと定期的に原作っていうか真似るやつ聞いとかないとダメよ。じゃあ今日はこんなもんにしますが、アグロー、アグロー、マグレー、アマちゃん、アマちゃん、アマちゃん、はい、さよなら。待って、さよなら。